明けましておめでとうございます。シャワープロジェクトです。さあ年明けました、はい。なんとか2021年ね、はい、いい年にしたいですよね、はい。まず、ジャンプロジェクトは今年、はい、ドキュメンタリー映画の公開もありますが、はい、新年一発目は、うん、ね、1月9日に、はい、西パワーステーションであります。はい、頑張るんで、はい、ぜひみんな見てください。よろしく。みんなで見てね。明けましておめでとうございます。新年からあなたに起きる奇跡、私たちアルカナプロジェクトです。今年は2月10日にテレビアニメ回復術師のやり直しのエンディング主題歌、夢で世界を変えるならをリリースします。昨年デビューしたばかりの私たちですが、うん、ランティスレーベルの一員として今年は飛躍の1年になるよう精進してまいります。2021年も応援よろしくお願いします。以上、アルカナプロジェクトでした。明けましておめでとうございます。ザックです。今年も皆さんにたくさん喜んでいただけるような楽曲をいっぱい生み出していこうと思っておりますので、今年度もザックのことを何卒よろしくお願いします。では、ザックでした。こんなろー、樋口楓です。皆さん、明けましておめでとうございます。2021年、2021ですね。はい、日本だと牛年です。なので、牛のように頑張っていきましょう。牛のようにでなんやんって感じですけれども、今年2月にワンマンライブもさせていただくことになりました。でですね、VTuber 活動だったり、音楽活動の応援のほど、何卒よろしくお願いいたします。それでは、おつねろでした。ハッピーニューイヤー。明けましておめでとうございます。山梨大使ミスサンシャインの千原みのりです。2021年がスタートしたわけでございますが、私の気持ちとしましては、早くみんなに会いたいという気持ち一つでございます。毎年恒例の川口湖ステラシアターでのライブ、去年は、オンラインでのライブになったんですけれども、13年目を迎える今年はですね、もうみんなに会いたい、みんなの笑顔を見ながら川口湖で歌を歌いたい、それを信じてですね、私もまだね、ちょっとコロナ禍続いて不自由な生活は続くんですけれども、今もうちょっと辛抱してみんなに会えると思って、笑顔でね、頑張っていきたいと思います。今年も素敵な1年にしましょう。よろしくお願いします。千原みのりでした。バイバイ。明けましておめでとうございます。熊田茜です。昨年も本当に皆さんありがとうございました。今年はですね、よりたくさんの方に私のことを知っていただけるような1年になるように頑張りたいと思います。飛躍する1年にするぞ。今年もよろしくお願いします。熊田茜でした。明けましておめでとうございます。堀内まりなです。今年はデビューアルバムナノストーリーを発売させていただきます。ここにしかないストーリーをたくさんの方に届けられるように精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。皆様、明けましておめでとうございます。中村修吾です。今年はですね、私ジャンプをリリースしますので、みんなも2021年ジャンプしていこうぜ。ランティス。新年明けましておめでとうございます。大橋彩香です。今年の大橋彩香はですね、早速1月13日に犬と猫と彩香という、シングルをリリースさせていただきます。そして5月には、初めてアリーナでワンマンライブもやらせていただくことになっているので、今年も盛りだくさんということで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。ナノライプです。2021年のナノライプは、まずは1月から放送スタートいたしますのんのん日和テレビアニメ第3期のんのん日和ノンストップのオープニング主題歌を引き続き担当させていただきます。ありがとうございます。昨年はあんまりみんなに会えなかったので、今年はね、少しでも多くみんなとまたライブハウスで会えるようにナノライプもいろいろと計画してますので、
ぜひぜひ楽しみにしてください。それでは素敵な1年になりますように。ナノライフでした。明けましておめでとうございます。トゥルーです。2021年はプログレス、前進するための1年にしようと思っております。ニューシングルストーリーテラーの発売も控えておりますので、皆さんとたくさんお会いできたらと思います。今年もどうぞよろしくお願いします。トゥルーでした。新年明けましておめでとうございます。ウェット系声優アーティスト佐久間貴男です。今年はチェイスザコアでデビューさせていただきますので、ぜひぜひ皆さん応援の方よろしくお願いします。See you。 宮根ジーナです。皆さん明けましておめでとうございます。今年1月にはアニマックスミュージックスという大きなステージにも立ちますし、今年はアニソンをたくさん歌っていきたいです。2021年の宮根ジーナにもご注目ください。今年もよろしくお願いします。以上、宮根ジーナでした。皆さん新年明けましておめでとうございます。鈴木愛菜です。2021年になりましたね。はい、今年は2月より私の念願のファーストライブツアーを開催させていただくことになっております。無事に開催できるように祈っているんですけれども、全力でね、頑張らせていただきたいと思っておりますので、今年もどうぞ鈴木愛菜よろしくお願いいたします。バイバイ。明けましておめでとうございます。畑中タスクです。今年もそうですね、熱々のものを皆さんに届けられるようにですね、頑張っていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。皆さん明けましておめでとうございます。ゆうきあいらです。みんな明けおめ。今年もですね、私は音楽を一生懸命心を込めて作っていきたいと思います。そして健康第一だと思うので、風邪ひかないようにしたいなと思いますし、皆さんも暖かくぜひ過ごしてくださいね。というわけで今年もよろしくお願いします。バイバーイ。オルドボデックスのトスト、ゆうきです。新年明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。今年俺らはですね、まあ、3月を皮切りに、さまざまなリリース、そして、新しい形での、オルドボデックスっていうものをですね、2人で、表現していけたらなと思っております。ぜひ、これからのオルドボデックスというものも、見逃さずに見ていただければなと思っております。ということで、オルドボデックスのタスト、よくでした。本年もよろしく。2021年、みんなは息災か。妖精帝国終身独裁官においだ。昨年はアルバムを作り、オンライン式典を行ったのだが、やはり我々はそなたらと会場で一つになってこそ存在できるのだと確信した。確かなことは言えぬが、またそなたらと会える日を楽しみにしている。 Does be life。 皆さん明けましておめでとうございます。二宮ゆいです。2021年になりました。ということで、私はもうすぐデビュー1周年を迎えるんですが、今年はもっともっと皆さんの前で歌ったりとか、皆さんと、ね、コミュニケーションを取っていきたいなと思いますので、今年もどうぞよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。蝶々です。今年はついにデビュー10周年を迎えるということで、アルバムリリースだったりライブだったり、いろいろ計画しております。皆さんと一緒に特別な1年にできたらなと思っているので、今年もぜひぜひよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。小野大輔です。鈴村健一です。森越翔太郎です。寺島拓馬です。はい、オレパラなんですけど、はい、昨年2020年はオレ様、そしてオレパラ、配信で実施しましたね。そうですね、配信ライブを見ていただいた方々、本当にありがとうございました。ありがとうございました。今年2021年、はい、何をやろうか。何をやろうか。何やるか。俺パラやるとしたら、そう、俺パラね、やるとしたら、これはもうね、やっぱ希望としてはあるじゃないですか。まあ、一番はそこですからね、まとめ上げたい。嬉しいね。今年もお届けしたい。まあ、でもそういう意味ではね、配信でお届けしたんで、2020年は。今年こそ、お客様を迎えしてね、そうね、やれたらいいね、みんなの目の前で。そうだよ、やりたいと思ってます、はい、それが目標だね、やりたい、やりたい、そのためには、まず会議だ。
そうだ、会議をしよう。やろう。そう、俺たちはまず2021年会議をします。はい、お楽しみに。また私もよろしくお願いします。